はい、皆さんこんにちは。こんにちは。いいですね。私も話す気になってきました。それと今ですね、校長先生からご紹介をいただきました。私長岡春馬と言います。で、もう事前の資料ちょこっと読んでいただければわかるんですが、生徒育成障害というのは体と心の性別が異なるということで、私はもう見てても声もこんなになってますし、生まれた時は今はもう女性になってと、踊っているということなんですね。詳しいお話を聞こうとしますが、で、もう一人今日一緒にいたのね、あと歌いますけど、彼は水沢メイクに行って、私とは生まれた時は女性の体で心は男性ということで、今日はこの2人でね、どっちも僕はどっちも流してるので、皆さんねもう分かるかと思いますが、私は女でこちらが男ということで、ね、この2人の体制でやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。視覚障害の当事者ということになります。名前は、長岡春馬ということで名前を変えてます。で、年はもうすぐね57歳で、性別は今女に戻ってまして、その年の母の2人です。一応人権ということについてちょっと触れておきたいなという思います。これはね、忘れてしまってもいいんですが、人権って何なのということなんですが、これは日本の国に日本国憲法という、大きな法律があるんですね。その中の13条に基本的人権の尊重という項目があるんです。で、これは人が生きることと自由を確保し、幸せを求める権利というのは誰にでもあるんですよということを言ってるんですね。今日ね、これだけ覚えて帰ってほしいと。そしてね、夕飯を食べながらお母さんとかお父さんとか兄弟とかね、話していただければいいかと思うんですが、性同一性障害という病気で苦しんでいる子どもたちがいるんですよと。これは皆さんいるちいちゃい小学校の方にもいるんです。で、皆さんと同じような中学校でもこういう人がいるんですね。で、高校生にもいる、もちろん大人にもいるということで、本人が、ね、手を挙げて言わないのでわからないかもしれませんが、こういう人たちが必ずいるんだということは覚えてほしいですよね。では、この LGBT とセクシャルマイノリティについてちょっと分かりやすい図があるので、これで説明しますね。で、人には3つの性別があると言われてます。1つは体の性別です。これはお母さんから生まれた時におちんちんがついていれば男の子、なければ女の子というふうに2つに分かれるんです。で、それが戸籍の性別になるわけなんですよね。一番役場に届けられて、何々ちゃんは女の子、何々君は男の子というふうにここで決まるんです。これが体の性別と言ってることなんですね。一番右の方はカワちゃんですよね。これは私実は頭分かれてるんですよね。体内の手術をやってきたらしいですけどもね、やはり患者のことだということで、やっぱり心と体が一致しないことによって苦しいから手術を受けたとカワちゃんは言ってたよ。これでね、私長岡春馬の講演は終わらさせていただきます。本当にね、皆さん一生懸命真面目に真っ向に聞いていただいてありがたかったと思います。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。